はい、それではね、こちら岡山県産デニムの紹介になります。でピンクカラーのね、セルビッチデニムになります。でまずね、この生地の特徴なんですけども、セルビッチならではのね、ちょっとね個性的なデニムになっております。まあ、セルビッチデニムって昔ながらの製法でね作られた本当にね貴重なデニムになっております。でそんな中でね、このデニムの特徴なんですけども、通常普通のセルビッチって赤耳が多い中でですね、このピンクカラーがすごくねアクセントで個性的だなと思って、ここだけ見てもねこう楽しめるお客さんもね多いんじゃないかなと思います。ぜひ参考にしてみてください。で、厚みの方がですね、だいたいこう11オンス前後になります。デニムの中ではそこまで厚ぼったいわけではないんですけども、程よいこうしっかり感のあるデニムなんじゃないかなと思います。で洗えばね洗うほどどんどん風合いもね柔らかくなるしね、色合いもいい感じにねこうなっていくと思いますので、ぜひねなんかこの耳を生かした作品でねこう楽しんでいただければなと思います。作品のご紹介をいたします。今回はねバッグを作ってみました。素敵にね仕上がっております。でこちらはですねトートバッグなんですけれど、割とねマチの広いタイプになっておりまして、たくさん荷物もね入りますし使いやすいタイプになっております。でね裏地もついているんですけれども、このようにね配色でちょっと色を効かせてね選んでみました。でインディゴ染めのねデニムなので、いろんな色ともね相性がいいんじゃないかなと思います。で、ね、手ひもも共布でねデニムで作ってみたので、全体的に統一感も出て、無地ということもあって、一緒に合わせるお洋服もねチェック柄物だったり無地だったりね、いろいろなコーディネートと合わせやすいんじゃないかなと思います。で今回はバッグを作ってみたんですけれども、厚さとしてもお洋服の方ですね、パンツスカートやっぱりコートジャケットですね、そういったのも作りやすいと思います。ぜひねデニムの良さをね楽しみながら、いろいろなアイテムで作っていただけたらと思います。